今回の動画では、変更が推奨される初期設定とリアリティキャプチャーを日本語に切り替える方法について紹介します。こちらの動画で使用しているリアリティキャプチャーのバージョンは 1.1.1.15122 となります。では、リアリティキャプチャーを使用する上で変更が推奨される初期設定についてご紹介します。今回はオートセーブの設定、キャッシュデータの保存場所の設定、キャッシュデータの保存期間の設定、以上3点をご紹介します。まずはじめに、リアリティキャプチャーのオートセーブ機能についてご紹介します。オートセーブ機能を使用することで、新ファイルのバックアップを作成することができます。オートセーブ機能を有効にした状態で編集を行った際に、編集を行った約30秒後に .autosave というファイルが作成されます。さらに編集を加えると、その約30秒後にすでに作成されている .autosave ファイルに対してデータが上書きされます。つまり、最後の編集から約30秒前のデータをバックアップとして保存し続けることができます。このファイルは、編集を行っているファイルが保存されている場所に自動的に作成されます。では、具体的な設定方法をご紹介します。画面左上にあるワークフロータブを選択し、タブ内の一番右側のアプリケーション内にある上から2番目のセッティングスを選択します。すると、左下にアプリケーションセッティングスというペインが展開されます。アプリケーションセッティングスでは、アプリケーションの設定を変更することができます。具体的には、今回行うインターフェースの言語の切り替えや、リアリティキャプチャーのアップデートの確認、ライセンスの紐づいたアカウント、使用するライセンス形式の切り替えなどを行うことができます。補足ですが、今回ご紹介する変更が推奨される初期設定も、すべてこのアプリケーションセッティングスから変更することができます。アプリケーションセッティングスのペインの項目内の上から6番目のオートセーブモードをクリックします。すると、ノーとなっている項目の右側に三角のボタンが表示され、プルダウンを展開することができます。デフォルトではノーと表示されているため、オートセーブが無効な状態です。これをイエスに切り替えます。すると、オートセーブを有効にすることができます。補足ですが、こちらのオートセーブ機能は、クラッシュ等の予期せぬエラーなどによってリアリティキャプチャーが強制的に終了させられた際に備え、自動保存ファイルを作成する機能となります。その際に作成される .autosave ファイルは、リアリティキャプチャーでファイルを保存した際に作成される .rcproj リアリティキャプチャープロジェクトファイルとは異なり、 .autosave ファイルから直接データを展開することはできません。あくまでこの機能は、クラッシュなどの際のバックアップ機能となるため、こまめな保存を行うこともお勧めします。では、実際にデータがクラッシュした際の復元方法をご紹介します。こちらは、作業中にリアリティキャプチャーが強制的に終了させられたデータです。クラッシュ後に作業を行っていたプロジェクトファイルを開いた場合、.autosave ファイルをもとにデータを復元するかを選択することができます。リカバーを選択することで、.autosave ファイルからデータを復元することができます。デリートを選択した場合、保存されている .autosave データを削除して、データを復元せずにファイルを開くことができます。キャンセルを選択して、リアリティキャプチャーを起動した場合は、.autosave ファイルは削除されません。そのため、再度作業を行っていたプロジェクトファイルを開き直すことで、データを復元してファイルを開くか、データを復元せずにファイルを開くかを選択することができます。リアリティキャプチャーのオートセーブ機能については以上です。次に、キャッシュファイルの保存場所の変更方法をご紹介します。リアリティキャプチャーでは、モデルやポイントクラウドを作成する際にキャッシュファイルを作成します。デフォルトでは、Cドライブのユーザーファイル内にあるアプリケーションデータ内のローカルにある添付フォルダにキャッシュファイルが作成されます。そのため、作業を行っているうちにデータ数が増えていき、Cドライブを圧迫する場合があります。そのため、参照しやすい場所や容量の多い記憶媒体にキャッシュファイルの保存場所を変更することをお勧めします。
補足ですが、Windows の検索ボックスに %env% を入力して、Enter キーをクリックすることで、キャッシュファイルの保存されている添付フォルダに直接アクセスすることができます。では、実際に設定方法をご紹介します。アプリケーションセッティングスのペインの項目上から9番目、キャッシュロケーションよりキャッシュファイルの保存場所を変更することができます。デフォルトの場合、システム添付と表示されており、先ほど紹介した C ドライブにキャッシュファイルの保存場所が設定されています。こちらの項目を選択して、右側の三角ボタンよりプルダウンを表示し、デフォルトのシステム添付からカスタムに変更します。すると、キャッシュファイルの保存場所を変更するため、リアリティキャプチャーの再起動が要求されます。しかし、具体的なファイルの保存場所を設定していませんので、まだ再起動は行いません。クローズを選択して、ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じると、キャッシュロケーションの項目の下側に、新しく、キャッシュカスタムロケーションという項目が表示されます。キャッシュカスタムロケーションの項目をクリックすると、右側の空欄の端に3つの点のボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、新しいウィンドウが開かれます。このウィンドウから、キャッシュファイルの保存先を指定することができます。今回は例として、ローカルディスク D を選択します。保存場所が決定したら OK をクリックします。すると再度再起動を要求されます。すでにキャッシュの保存場所が決定していますので、今回は Restart Now を選択して Reality Capture を再起動します。再起動を行うとキャッシュファイルの保存場所が変更されます。画面左上にあるワークフロータブを選択し、タブ内の一番右側のセッティングスをクリックし、アプリケーションセッティングスのペインを表示します。そして、キャッシュカスタムロケーションの項目を確認すると、空欄だった項目に指定したファイルのパスが入力されています。以上の方法で、リアリティキャプチャーのキャッシュファイルの保存場所を変更することができます。次に、リアリティキャプチャーのキャッシュファイルの保存期間の変更方法をご紹介します。リアリティキャプチャーには、設定された期間が経過すると、キャッシュファイルを削除する機能があります。設定に応じて、キャッシュファイルを1週間といったような一定期間保存したり、キャッシュファイル自体を削除しない、また、キャッシュファイル自体を作成しないといったような設定を変更することができます。これによって、不要なキャッシュを貯めることがなく、記憶容量の圧迫を回避することができます。では、実際にキャッシュファイルの保存期間の変更方法をご紹介します。こちらの設定は、先ほど紹介したキャッシュファイルの保存場所の設定項目の下側の、クリアキャッシュオンエグジットから変更することができます。こちらの項目、デフォルトでは、アイテムオールダーザンワンウィークとなっています。アイテムオールダーザンワンウィークでは、キャッシュファイルを1週間保存することができます。この項目をクリックすることで、右端に三角マークが表示され、プルダウンから設定を変更することができます。一番上の項目、Do Not Clear Cache を選択すると、作成されたキャッシュファイルは削除されません。また、上から2番目の Clear All Cache Items を選択すると、キャッシュファイルは作成されません。その他にも、Item Older Than 3 Days が3日間、アイテムオールダーザン1ウィークが1週間。アイテムオールダーザン2ウィークスが2週間。アイテムオールダーザン1マンスが1ヶ月。アイテムオールダーザン3マンスが3ヶ月。といったように保存期間を変更することができます。作業期間が非常に長く、キャッシュを削除したくない場合には、一番上の項目、Do Not Clear Cache を選択し、作業時間が短く、キャッシュをその都度作成したくない、また短期のみの保存で良い場合には、Clear All Cache Items や Item Older Than 3 Days などを選択することをお勧めします。
このようにクリアキャッシュオンエグジットの項目を変更することによってキャッシュファイルの保存期間を変更することができます。またクリアキャッシュオンエグジットの下側の項目クリアキャッシュの横のクリアのボタンをクリックすることで作成されているキャッシュデータを削除することができます。しかしこちらをクリックすると操作しているファイルで作成された過去のキャッシュファイルもすべて削除されるため使用する際には注意が必要です。以上がキャッシュファイルの保存期間の変更方法です。最後にリアリティキャプチャーのインターフェースを日本語に切り替える方法をご紹介します。リアリティキャプチャーを起動するとデフォルトではインターフェースは英語で表記されています。こちらの英語表記を日本語に切り替えます。補足ですがインターフェースを日本語に切り替える設定は現時点ではベータ版の機能です。そのため一部のインターフェースは英語で表記された状態となります。では実際の変更方法をご紹介します。アプリケーションセッティングスのペインの中ほどにあるビジュアル&ラングエッジセッティングスでインターフェースの言語を切り替えることができます。ビジュアル&ラングエッジセッティングスの左側のプラスボタンをクリックします。すると新たに項目が展開されます。この中の上から3番目 UI ラングエッジから使用する言語を変更することができます。 UI ラングエッジをクリックすると English United States の右側に三角のボタンが表示されます。こちらの三角ボタンをクリックすることでプルダウンが表示され使用する言語を切り替えることができます。リアリティキャプチャーは複数の言語をサポートしています。各言語の末尾にカッコベータと表記されているものは現在ベータ版となるため一部表記が完全に切り替わらないことがあります。今回はジャパニーズを選択しますがこちらもベータ版ということがわかります。選択するとセットラングエッジというウィンドウが新しく表示されます。ここで指定した言語にインターフェースの表示を切り替えるか選択することができます。言語を変更する場合は OK をクリックし変更しない場合はキャンセルを選択します。今回は言語を切り替えるので OK を選択します。するとこのようにリアリティキャプチャーのインターフェースを日本語に切り替えることができます。先ほども紹介しましたが日本語の表記はベータ版のためこのようにヘルプの一部と英語で表記されている部分もあります。リアリティキャプチャーのインターフェースを日本語に切り替える方法は以上です。こちらの動画では変更が推奨される初期設定としてオートセーブの設定キャッシュデータの保存場所の設定、キャッシュデータの保存期間の設定、そしてリアリティキャプチャーの日本語化の方法を紹介しました。動画内で紹介する内容は以上です。